薬を使うのが怖いならおすすめはこれ。はい、どうも皆さんこんにちは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話をする内容は、薬を使うのが怖い、自分の子供に薬物療法を試すのが怖いという方のための、救済動画となります。他にどんなことが試せるのか、そして実際その他のことを試してどれぐらい効果があるんだろうということについて、何か参考になるような話をデータとともに紹介できればというふうに思います。じゃあ早速ですが、こちらのデータをご覧ください。これ上から順に何が役に立ったかっていうのを親にアンケートを取った、ところ、こういうふうに、まあ、数字が出たと。で、上から順にとりあえずいきますね。 67% のやつが薬物療法が一番役に立ったんでしょうね。100人のうち多分 67% の親が薬物療法が役に立ったというふうに言っていると。じゃあその次、この薬物療法が試せないであれば、その下のやつをいろいろ試していくということになりますよね。じゃあどんなのがあるのかというと、 45% のやつではチェンジスクール、つまり学校を変えたと。学校を変えた、つまりまあ大きく環境を変えたということになりますかね。環境を変えることでやはり症状が変わるっていうようなことは、自閉症でも ADHD でも確認されています。他には、Give single instruction 39%、 これは指示を複雑なものにするのではなく、シングル、つまり一つのものにする、一つの指示をその時その時に与えるということですよね。2つか3つ以上のことが組み合わさった指示はもうややこしくて、頭の中で整理整頓できないよということですよね。で、次、Use Tutor。 37% のこのチューターというのは、要は、まあ、家庭教師とか、あるいは加配とか、そういうことだと思います。誰かがそばについてあげる、親以外の誰か別の人がっていうことですよね。その次、Scheduled Activities。 35%、これは、まあ、何かを予定を組み込むということですよね。アクティビティを、多分例えば来週どこどこ行こうねとか、今日はこういうスケジュールでこういうふうに行動しようねと、はっきりと何か図解して分かりやすく壁に貼ってあるのかもしれませんし、あるいはワクワクできる遠くのスケジュール、遠くの予定を常に思い出させることで、ワクワク感である程度集中力とかを高めるのかなというのも一つ、もしかしたら狙いがあるのかもしれません。で、その次、 Help Organize 27%、まあ、手伝うということですよね。何かこう散らかっていると、あるいは予定を組むことが難しい、他にはその To Do リストの整理整頓ができない、その場合親がある程度サポートする、手助けするということで、だいぶ変わるのかなというふうに言えますね。で、その次、また 27% Changed Class Seat、まあ、席替え、意外ですね。これもやっぱり学校の環境を変えると、つまりもしかしたらよく喋る似た者同士、から席を離すと一気に静かになるのかもしれませんし、逆にその窓のそばに置いちゃうと窓の外ばっかり見てしまうのかもしれませんし、その何がいいのか、その子にとってベストなポジションはどこなのかを見つけていくっていうことがもしかしたら重要なのかもしれませんね。これは家でも同じことが言えるかもしれません。で、次、 Set Rules 27%、まあ、ルールをちゃんと設定するっていうことですよね。あの、家のルールがちゃんと決まってるかどうかっていうことなんですよ。例えばゲームは1日前90分、それを超えたら1週間ゲーム禁止とか、他にはこういうふうに人を傷つけたら3分間タイムアウトとか、何かしらしっかりとルールが決まってある、そしてそのルールにのっとって行動すれば問題は起きない、そんなふうに作っていられるかどうかっていうですよね、いうことですよね。あるかどうか大事ですね。次、 Rewarded Behaviors 22%、 つまり何かいいことをしたときにしっかりと褒める、いい行動をしっかりと褒めて伸ばすということですね。逆に悪い行動に対しては褒めないか、そのルールにのっとって何かしら厳格な対処をする、しっかりと毅然とした態度で臨むということが重要になるのだということになりますね。他には Behavior Therapy 21%、まあ、行動療法、認知行動療法っていうのは、これ親子でやるっていうのもまたいいんじゃないかなと思います。行動療法とかっていうのも、まあ
応用行動分析にももしかしたら近いのかもしれませんね。どんな行動を強化して、どんな思考パターンを強化して、どんな、どんなことをダメとするのかっていうことになるのかなと思います。で、次 Give supplements, vitamins、つまりサプリメントや栄養関係、をしっかりと取る、補佐的に取り入れる、これが 17% の親は役に立ったと感じていると。で、 Give fish oil pills、 これは魚油、魚油、おそらく、脳の発達を手助けするためのサプリとして取ったんでしょうね。魚油は確かに、アマニ油とかもいいですよね。基本的には同じです、脳への作用は。でどっちでもいいんですけど、およそ100人のうち 12% の人は効果を実感しているんだろうなというふうに言えます。ただやはりこの薬物療法が一番ダントツで、その薬物療法を自分の選択肢から外すってなると、それ以外のことを試すということになるんですが、薬物療法ほどのその効果を実感できないのはこれは仕方がないかなと。ただどれもその試すだけの価値はあるんですよ。全部試してほしいなと思ってるんですよね。これ他にも、例えばワーキングメモリートレーニングだったり、瞑想だったり、激しい運動とかもいいんじゃないかなと思います。コーチングもどっか8歳を過ぎてから導入してもいいんじゃないかなというふうに考えています。他にも何か質問があったらコメントをしていただけたらというふうに思います。それでは。